字の終わりは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第4シリーズと第5シリーズの間に放送された、スペシャルシリーズの最終章2部作。2009年12月25日に、パート1が、2010年1月1日に、パート2が、BBC1 で、初放送された。本作は、ドクター・フーの5作目のクリスマススペシャルでもある。 異星人のタイムトラベラードクターを演じたデイビッド・テナントが主演の最後のエピソードであり、今回からドクター役はマット・スミスが受け継いだ。また、2005年に番組をイギリステレビ界に復活させて、シリーズのエグゼクティブプロデューサーとチーフライターを務めたラッセル・ T ・デイビスが執筆、制作した最後のドクター風のストーリーでもある。 エグゼクティブプロデューサーと番組制作総責任者のザワ・スティーブンもファットに譲られた。呪われた旅路と第4シリーズを通してドナノーブルの祖父ウィルフレッド・モッド役で出演したバーナード・クリビンスが本に部作でドクターのコンパニオンを演じる。また、本作ではこれまでに番組に出演した俳優が数多く再出演を果たした。キャサリン・テイト、ジョン・シム、ジャクリーン・キング、 アレクサンドラ・モーエン、ビリー・パイパー、カミー・ユ・コディユリ、フリー・マージェマン、ノエル・クラーク、ジョン・バローマン、エリザベス・スレーデン、トミー・ナイト、ジェシカ・ハインズ、ラッセル・トー・ビーがそれにあたる。本作では、迫りくる、終焉の予言から逃げ続けていた10代目ドクターが、かつての宿敵マスターの陰謀に巻き込まれてゆく様子が描かれている。マスターは人類を支配下に置き、 タイムウォーで滅び去った自身とドクターの種族、タイムロードを滅亡から復活させようと画策する。ドクターは事態を回避した者の,の致命傷を負い、エピソードの結末で彼は以前のように再生サイクルに入り、11代目ドクターへ姿を変える。パート1の冒頭でドクターは遅れたことをウードシグマに説明している。彼の様々な冒険の中で彼は、 エリザベス一世と結婚したことと彼女の肩書きである、書王に言及している。第3シリーズ、言葉の魔術師の終わりに、エリザベス女王はドクターを見て、憤りをあらわにして、彼を敵だと呼んでおり、ドクターには身に、覚えがなかったことから、彼が当時の未来で彼女と会うことが示唆されていた。両者の結婚は2013年の50周年スペシャル、ドクターの日で、 ついに描写されることとなる。反対意見を持つ二人のタイムロードの一人は、エンドクレジットで、ザ・ウーマンと表記されており、彼女は説明もなく、出現と失踪を繰り返して、複数の場で、ウィルフレットの下を訪れた。彼女が顔から手を下ろして10代前ドクターを見つめた、時に、ドクターは、彼女が誰か認識したようであるが、後に、ウィルフレットから彼女の正体を尋ねられた。 彼は、質問を回避した。イギリスの新聞デイリー・テレグラフとデイリー・メールは2009年4月に、この女性を、ドクターの母親と断定した。本作の脚本からセル、T ・デイビスは、ジャーナリストのベンジャミン・クックに、その話題は棚上げしておきたい。そうであれば望むように想像できるから。彼女がロマーナだというファンもいれば、ラニだというファンさえいるだろう。 スーザンの母だというファンもいるかもしれないと私は思う。だが、もちろん、ドクターの母親でも、とメールを綴った。ドクターは、劇中のある時点で、タイムロードの大統領を、ラシロンと呼んでおり、これは、クラシックシリーズに登場した、タイムロード社会の創設者の名前である。ただし、このキャラクターは、パート一では、ザ・ナレーター、パート二では、ロード・プレジデントとしか、 エンドクレジットに記載されていない。本作に対応するドクトル・風コンフィデンシャルのエピソードでは、デイビスはこのキャラクターの名前が実際にラシロンであると主張した。ジェシカ・ハインズは第3シリーズ、ジョン・スミスの恋、ファミリーと永遠の命で、ジョン・レッド・ファーンを演じており、彼女が今作で演じているバーティ・ニューマンは、ジョン・レッド・ファーンの彦にあたる。バーティ・ニューマンという名前は、 ドクター風のクリエイターシドニー・ニューマンと番組の初代プロデューサーバーティ・ランバートにちなんでいる。ジョン・スミス教授は彼の両親がバーティとシドニーであると断言した。懐中時計はジョン・スミスの恋とファミリーと永遠の命の両方のプロットで重要な役割を果たし、本作ではニューマンの本の表紙にも登場している。ドクターがキャプテン・ジャック・ハークネスを 異星人のバーで訪ねた際に流れている音楽前、エンジェルプット・ザ・デビル・イン・メは、ダーレク・イン・マンハッタンでタルーラが歌ったものである。再生の後、11代目ドクターは、自身がまた赤毛になれなかったことに、落胆の色を示しており、これは、クリスマスの侵略者で10代目ドクターが赤毛に、憧れていたことを反映している。このセリフは一部の視聴者の不満の種となり、BBC は、 その意図を明確にする声明を発表した。デイビスは本作を巨大かつ壮大だが心の奥底からのものであると表現した。デイビスはしばらくの間この物語を計画しておりシリーズのフィナーレが徐々にドラマチックになっていくという傾向を続けていたことを示した。本作はデイビスがドクター・フーウヨーに執筆した最後の脚本でありジュリー・ガードナーがシリーズを制作した最後の 作品である。また50周年スペシャル、ドクターの日にテナントが出演するまで彼が出演した最後の物語でもあった。最後のドクター風の脚本の感動的なインパクトについて尋ねられた際、デイビスは最後の脚本を渡した時には涙が出たり酔っ払ったり20人の裸の男たちとパーティーをしたりしていたかもしれないと思っていたが、 このような素晴らしい瞬間が起こるときに現実の生活が続いていることに気づくんだ。その感動は脚本に込められている。と述べた。テナントとジュリー・ガードナーは脚本を読んだときに泣いたとそれぞれ語った。2009年の最後3作のスペシャルは死の惑星で予兆が描かれており低レベルのサイキック能力を持つカーマンがドクターに用心してね。あなたの歌は終わるわ。 戻ってくるの、暗闇を抜けてね。ドクター、それと、彼は4回ノックすると予言していた。これは、第4シリーズ、囚われの歌でのドナーとドクターへのウードの予言を思い出させるものであった。テナントは、予言について、カードにマークがついたと説明し、残る3エピソードはよりダークなものとなり、死の惑星へは、ドクターにとって楽しい最後のエピソードだとした。 また、予言の主題は明確な答えでないとも説明した。ドクトルフーマガジン第416号のレギュラーコラムにて、デイビスは字の終わりパート1のオリジナルタイトルがザ・フィナール・デイズ・オブ・プラネット・アースで、パート2がザ・エンド・オブ・タイムのままであったことを明かした。しかし、物語の規模の大きさから、両エピソードを同じタイトルにして、パートナンバーで区分することに決定された。 これは、サバイバル以来のことであった。第2エピソードのデイビスの脚本は10代目ドクターの最後のセリフ、行きたくないで完結し、その後の文章では再生後の様子が、アンドゼアヒーズ、ブリンキング、デイズド、ザニューマンと描写された。その後デイビスが後継者、スティーブン・モファットに脚本を送ると、彼がその後に続く11代目ドクターのセリフを執筆した。 あとのエグゼクティブプロデューサーであるも、ファットも、また、最終シーンの制作を補佐した。レコーディングローケーションスニューポートのトレデガーハウス、カーディフのウォートンストリート本作の最初のロケ地での、撮影は2009年3月21日に、カーディフの書店で行われた。ジェシカ・ハインズが、バーティ・ニューマンの著書エージャーナル・オブ・インポッシブル・シングスに、サインをするシーンが撮影された。 ニューポートのトリデガーハウスでも撮影が行われており、この場所は以前2008年クリスマススペシャル、もう一人のドクターの撮影にも使用された場所でもある。第3シリーズのフィナーレ、ユートピア、鳴り響くドラム、ラストオブタイムロードでマスター役を演じた、ジョン・シムはトリデガーハウスでの撮影でスポットを浴びた。イースターの高級日に行われた撮影は、 イギリスのメディアに大きく取り上げられた。キャサリンテイトはスボンジーで複数シーンを撮影しており、具体的にはカルドーマカフェでの撮影やドナが駐車券を取るシーンが撮影された。他の撮影地としてはカーディフの金コイドの絵なんとベワーロードなどがある。この場所は以前にノーブ類への邸宅として使用されており、本作ではバーナード・クリビンスがトナカイの角をつけて ミニバスに乗り込むシーンは4月12日に撮影された。翌週の撮影はペナースのビュートリカロードで行われた。このエリアはザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズでサラ・ジェーン・スミスの近所のロケーションとして普段使用されていた。サラ・ジェーン・スミス役のエリザベス・スレーデンとルーク・スミス役のトミー・ナイトは本作でデイビッド・テナントとその場所で撮影を行った。 4月20日から21日の夜に、クリビンスは、カーディフトシのウォートンストリートで、大きなクリスマスツリーや、ブラスバンドと共に、クリスマスの場面を撮影した。SF サイト EOQ は、テナントが、ジョン・シムや、タイムロードのローブを羽織ったティモシー・ダルトンと一緒にいる、写真を公開した。2009年7月26日に、EOQ は、デイビッド・テナントとのインタビューを公開し、ダルトンが、 スペシャルに参加することをテナントが確かめた。10代目ドクターの再生の破壊的な状況に使われた特殊効果のため、タービスの制御板の中央のガラス製の円柱がひどく破損し、第5シリーズのために柱を作り直さなくてはならなかった。ブリストルのブリスリントンを拠点とするブリストルブルーグラスが柱を制作した。 ティモシー・ダルトンの冒頭のナレーションと主要人物のわずかなショットが収録されたテーザー広告は2009年にコミコンで上映された火星の水の最後にはウードの長老のモノローグやパート1の様々なシーンで構成された次回予告が放送された2009年11月にはウードスフィアを舞台としたスペシャルの冒頭の特別死者映像が シルドレイン・ニードで上映された。また、クリスマスを前にした予告編やプロモーションクリップでは、パート1のシーンの一部を抜粋したものが上映された。パート1の放送に続き、パート2の予告編が BBC のドクター・フーウェブサイトで公開された。また、BBC は、パート2のオープニングタイトル後の冒頭2分を公開した。 パート1の当夜の視聴者数は1000万人で、イーストエンダーズとザ・ロイル・ファミリーに次いで、クリスマスの日の番組で3番目に多く視聴された。番組視聴選挙率は42.2%を、アプリシエーション・インデックスは87を記録した。最終確定値では、BBC1 の放送に、BBCHD での同時放送の数字が加えられた場合、 ドクター風は1 2 0四万人の視聴者を記録し、過労死でイーストエンダーズとザ・ロイル・ファミリーを上回って、クリスマスの日で最も多く視聴者を獲得したことになる。パート2の当夜の視聴者数は1月1日に放送された番組では、イーストエンダーズに次いで2番目に視聴者が多く、その人数は BBCHD の38万9000人を、加えて1040万人に達した。 イギリスで3000万人がテレビを視聴していた夜では、トータルの視聴者数は、その35.5%に達したと見積もられた。バーブによる公式な評価でもパート2は、イーストエンダーズの1179万人に次いで2番目に、多く視聴された番組に位置づけられた。ガーディアンの批評家、ピーター・ロビンスは、パート1のレビューで、その年のクリスマスに、ドクター・フーが止まることはなかったと述べ、 物語を完成させる必要がある。花火の用意をしなくてはならない。字の終わりは計画に終わりがないことを意味するとした。彼は最初のパートが駆け足だったと指摘し、これまでのドクター風のエピソードに第一パートで人類を消滅させたものがあったか、またはクリスマスやコミックに優しい方法で行われたかを疑問視した。しかしロビンスは物語が終わると、 視聴者の記憶に残るのはエピソードの最初からより静かで感情的な部分であると認めた。また彼はクリビンスがコミックリリーフを残しながら悲劇的なヒーローになることでテートと同じ役割を担っているように見えると指摘した。彼はこれまでのクリスマススペシャルがそうであったように本作もまたクリスマスである必要性はなかったとしレビューを締めくくった。 デイリー・テレグラフのアンドリュー・ペティとは、本作が過大評価されていると考えた後、ドクター・フーの彼の掲示は時間の問題だったと主張している。彼は、デイビスが物理法則の許す限り、賭けを高くしたとも主張した。クリビンスの演技については、リア王のようだったと述べ、マスターの計画は彼の基準でも邪悪だったとした。彼は、ドクター・フーの真の輝きは、 広い目をした7歳児の付き合いでそれを経験している場合にのみ感じることができるとし、クリスマス自体になぞらえた。ガーディアンのマーク・ローソンはマスターが自分自身として人類を再繁殖させるというプロットはシムに多くの異なる衣装を着る機会を与え、特殊効果部門は番組の復興に貢献したデジタルの工夫をいくつか見せることができたと述べた。しかし、ローソンは 複数の新聞で、祝祭期間の間に、テナントの負担を報じていたことを考えると、このプロットは、少し残念なものだった、と主張した。また、ローソンは、ドクター役にふさわしい悲劇的な力をもたらして、最後の物語でそれを示したことについて、テナントを称賛したが、一方で2009年に、テナントが舞台と、テレビで演じた、ハムレットのハムレットをモデルにしたように見えるとも、 主張した。十代目ドクターの最後の言葉については、デイビスが、テナントに与えた言葉は唐突な後悔の言葉であり、俳優や、脚本家も心のどこかでそう感じているのではないかと、結論した。デイリー・テレグラフのアンドリュー・ペティトは、パート2の放送後にレビューを公開して5つ星のうち、星4つを与え、エピソードを、ファミリーエンターテイメントの地方巡業の1時間だった、とまとめた。 彼は複雑すぎると感じたプロットにわずかな不満を表明したが終末的な活気の前に充電時間があったため何が起きているかについて過度に心配することはなかったと認めた彼はドクターとしてのテナントの最後のパフォーマンスを称賛し特に終盤の無力な10代目ドクターの姿に言及したレビューの終わりに新しい主演俳優を迎えた ドクターフーの将来を楽観視し、マット・スミスが若く無名であるため彼のドクターフーは刺激的なものになっているとコメントした。本作はアメリカ合衆国で2009年12月26日と2010年1月2日に BBC アメリカで放送された。パート2の放送では BBC にアメリカはこれまでのゴールデンタイムの最高数値を獲得した。 2エピソードはまた、アメリカのユーザーが映像をダウンロード購入できるアメリカの iTunes ストアで1位となった。日本では放送されていないが、他の2008年2009年のスペシャルとともに2014年8月4日から、Hulu で配信が開始された。字の終わりの両パートはイギリスで2010年1月に、火星の水とともに DVD で発売された。 同日には、ドクトル・フー・ザ・コンプリート・スペシャルズという大の DVD、ブルーレイコレクションとしても発売され、これには、もう一人のドクターと、死の惑星、火星の水、地の終わりが収録された。クリスマスの侵略者から、最後のクリスマスまでのクリスマススペシャル10本は、ドクトル・フー・ザ・ジュー・クリスマス・スペシャルズという大の、ボックスセットで2015年10月19日に、リリースされた。 ありがとうございます。